お、メガネあるよ、メガネ危ない、メガネ危ない。おー、ヤンキー、あー、ヤンキー、あー、ヤンキー、あー。よく来たな。どうも、オリちゃんです。ブブーです。二人合わせて、オリちゃんズです。はい、というわけで今回やっていくのは、ロングボーイ。2回目やっていきたいと思います。お、2回目。まあ、これやるかやらないか分からなかったんだけどね、すごい面白いっていう声が多かったからね、今回続き撮っていきたいと思います。やったその前に、現在のチャンネル登録者数が。あれ？なんか減ってる気がする。これね、実は理由があってね、YouTube さんにね、変なサムネイルつけた動画出さないでくださいみたいな感じでね、言われちゃって、動画をね、多分ね、いくつか消しちゃったんだよね。もうだいぶ消したかな？そんな！いや、俺も悲しかったけどさ、何の動画がダメとか教えてくれないから、一回動画を消して、もう一回ちゃんと審査してもらうっていう段階を踏まないといけないらしくて、それで動画を消したんだよね。まあ、それが原因かな。悲しい！俺もすげえ悲しかったんだけど。まあ、プロが十分面白いから、多分大丈夫。なんか照れてる。時でそんなことがあったからね、ちょっとかなり悲しんでるんだけど、みんなこのまま応援よろしくお願いします。します。そして毎回動画高評価1000目指してるんで、この動画見た人はついでにポチッと高評価教えてください。ください。おい、それじゃやっていこう。前回は1から10までやった。今回は11から20ぐらいまでやっていこうか。オッケー。スタート。ボーナスステージからだ。前回俺ボーナスステージやったから、プロからやる。オッケー。星が欲しいな。だってダジャレだ。確かに星が欲しいな。来たよ。何するんだ。星が欲しいな。ルール説明。星が現れたら素早くタップ。30秒以内にたくさん集めて100点以上を目指そう。イガグリを触ると少しの間動きになるから注意してね。レインボーは高得点だって。イガグリは触っちゃダメなんだ。よし、握るか。握るな。オッケー、行くよ。オッケー、頑張って。おし、全部取るぜ。全部取るなよ。そう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 。おー、いい感じじゃん、いい感じじゃん。ああ触った。早速触った。俺たちじゃないよ。まあまあわかるけどね、焦って触っちゃうのはわかるけど。わわ、意外と早い。難しいよ。あ、あ、虹取れなかった。虹来ない。虹来ないね。もう一回ぐらい来るんじゃない。どう、来ない。来ない。ああ、まあまあ触ってんな。あ、虹。お、取れた取れた取れた。一個だけ取れたんじゃない。あ、でもプロ広告見ればさ、さらにハイスコア目指せるよ。いや、これはもう見るしかないでしょ。見ない。見ないのかよ。失敗してる。35点失敗だったよ。そうなの。おし、これでいけた。お、いけたんじゃない。やっと100点ならいけるな。やった、クリア。意外と難しかったな。さあ、ステージ11。お母さんはどこ。授業参観かな。さあ、プロボのステージだったから俺から行こう。みんななんか手挙げてるね。スネオとのび太とワカメ。そうだったね、1回目もそう言ってたもんね。お母さんもさ、めちゃくちゃでかいんじゃない。確かに。だって主人公めっちゃでかいもん。何、やばいよ。やばい人いるよ外に。キリンかな。キリンではないな。ハイヒール履いてんもん。これ絶対ママでしょ。異次元だな、ママ。化け物なんじゃない。あ、なんか開いてる。あ、授業参観1階教室場所4の2組。これをお母さんに渡すのかな。え、どうする。これをどっかに置くんだろうね。渡すんだろうね。あ、上の階も行けるな。ママ何してんの。どこから見てんの。これ3階でしょ。え、違う。だってこれが1階でしょ。これが2階でしょ。え、これが3階だよね。進撃の巨人並みにでかいよ。背伸びじゃない。背伸びにしちゃ高すぎだろう。まあでもこれを渡せばね、1階でやってるっていうのを教えればいいんじゃない。あれ1階だったのかな。お、来た。さあ1階、あ、1階いないよね。だってここ1階だもんね。2階でやってるもんね。ってことはやっぱり違うか。まだ迷ってるな。え、なに。あ、指刺された。あ、でもお母さん見てないから。悲しい。なんか悲しいな。あ、なんか人がどいたよ。人を解けれたな今。あ、またどいた。またどいたよ。おし、みんなどけ。どいてくれるかな。待って、青の人はスネ夫のお父さんでさ、緑の人はワカメちゃんの お父さんなんじゃない。おっとだ。ちゃんとお父さん来てるんだね。あ、どいたどいたどいた。あ、いたよ。スカートだけ。でもお母さんがここに気づかないといけないもんね。そうだね。もう一回渡してみて、しゃがむときに気づくとか。どう。ダメか。真ん中見ないのか。真ん中の階は見ない。
あ、もう一個紙がある。今気づいた。これちっちゃい紙あるんだけどな。ああ、何？そんな感じで動くの？来た来た、これだ。これをママに渡そう。はい、ママ。どうだ？真ん中。お、来た来た来た、見てる！これしゃがんでんのかな？しゃがんでないよ。どうやって体短くしたの？自由に伸びれるんじゃない？人間じゃないな、そしたら。まあ、でもこれで指さしてもらおう。さあ、伸びた。どうかな？見てる、ママが見てる。お、後ろいるね。ママ、ママ中に入ってこれないのか。悲しくない？扉開けてくれない？入りたがってるよ。ステージ12、移動教室にご注意。移動教室だって。あ、危ないよ。あ、ブルオ当たるよ。あ、気持ちいい。気持ちよくはないだろ。慣れ慣れされてるし。ありがとうな、ヤンキー。名前あるだろ。これはしゃがむ。あ、なるほど、これでしゃがむんだ。なるほど、タイミングよく合わせていくのか。で、そこはずっとしゃがんだままでいくの？あ、なるほど、戻すんだね。あ、危ない、ジャンプ。ジャンプがなんか可愛かったな。お、メガネあるよ、メガネ危ない、メガネ危ない。おー、ヤンキー。あー、ヤンキー。あー、ヤンキー。あー、お、踏んじゃった。お、スネオの、スネオの踏んだ。かわいそう。おーし、頑張るよ。さあ、早速1個目は避けたね。サッカーボール来たよ。お、あー、難しい。ギリギリじゃないとダメだ。ギリギリで飛ばないとね。ギリギリを狙っていかないと。ヤンキーすごくない？ほらほら、ヤンキーの子前見ずに飛んでるよ。プロなんだ。プロなの？さあ、これも、もうギリギリ飛ぶ。あー、また行ったね。さあ来たよ。難しそうだね。おー、何？拾った。てか膝でしばらく進んでたよ。ジャンプじゃなかった。なるほどね、拾ってあげたんだね。で、どうすんの？お、あ、授業が始まったんだね。黒板こっちじゃないよ。確かにね、黒板じゃない方向いてたな。おし、帰るか。帰るな、授業だろ。ステージ13、かくれんぼも一苦労。あ、確かにかくれんぼやばいね。いやー、俺が鬼になるって。そこの穴落ちたら死にそうだけど、いけるかな。ダメ。あ、開いた開いた。お、入るか。お、お、おい、誰か押せ。押すな、押したら抜けないから。あ、もう抜けないわ。あ、バレた、恥ずかしい。ああ、すっきりした。トイレすな。ここじゃないっぽいな。あ、なんか布がある。布をかぶると、顔が布の形に。あ、バレた。あ、顔かゆ。で、これ書いてたの、顔。さあ、もっと他のものか。あ、わかめいた。何してんだ、おい、寄せろ。無理だろ、絶対入れねえわ。向こう行ってよ。向こう行ってって言われてんな。一緒に入れてもらえないな。嫌われてんの？嫌われてんのかな。あ、木の後ろね。どう？お、お、丸見えだな。バレたよ。おい、来んな。いや、来るもんだから、鬼は。わかめが出てる状態でタオルを落とす。どう？避けた？お、避けた避けた。これで避けれるんだ。で、これを取って、おし、わかめを包め。包むな。わかめ包んじゃダメだろ。わかめ消えた。握られたんじゃない？のび太と一緒にいたらバレるってなったんだ。これを渡す。渡せるか。あ、渡そう。これ渡すして、お、隠れた。わかめも一緒に。おい、わかめ近いぞ。なんかラブラブすな。お、なんだつけたよ。はい、これでわかめ包みます。包むな。スイカ割りの達人。スイカ割りか。危ない危ない。でかいから。わかめ割ります。わかめを割るな、危なすぎるでしょう。まずはわかめ、もうちょっと前。わかめに命令すな。あ、ボールだ。これとスイカ。お、スイカ。あ、スイカ割ったね。あ、お、力強すぎてどうなるのかな。割れたよ。平和になりました。終わっただろ、地球。もしかしてさ、プルオはさ、うん、あのパワーでワカメを叩こうとしてたってこと？そういうこと。ワカメ飛び散るだろ。大変なことになるよ。確かに。あ、なんか二人は買い物行ってるみたいだね。アメリカンドッグくださいって言ってる。言ってるね。なになに、熱くなって終わったんじゃない？え？はい、今回できました。みんな帰ってるぞ。
うまく隠れられたよ。隠れんぼも終わってるから。あ、100円落ちてた。100円か。あ、それ渡してあげるんじゃない。あ、本当だ、足りない。はい、どうぞ。お、入れたんじゃない。変えた。お、来た来た。食べるの早くね。めっちゃ早かった。あ、棒もないだよ。お、棒ね。その棒どうすんの。この棒舐める。なんか気持ち悪いな。これをあげるよ。おお、なるほど、ちょうどいい力加減ってことか。そういうこと。うわー、すごいすごい、よかった、ワカメが守られた。みんなこれ100円だから。お金もらうな。さあ次、俺脱獄大作戦。何してんだこいつら。逮捕されたよ。先に逃げられた。やばいやばい、俺だけ逃げれない。なんだなんだ、急に。え、俺ビーチにいたよね。海にいたのに。海でスイカ分けたから。海でスイカ分けたら逮捕されんのか。厳しい世界だ。まあでも出れるかな、試してみよう。出れちゃうの。え、あ、バレちゃったよ。しばっこかな。その力でしばいたら死んじゃうだろう。分かった、これじゃない。なんか落ちてんもん、ほら、ピックみたいな。あ、五円玉。この五円玉を渡す。どうすればいいだろう。あ、こっちにもなんかある。誰ですか。お、ハヤトじゃない。ハヤトっていうの。なんか早そうな感じだもんね、確かに。あ、ハヤトに、ハヤトになんか渡すか。あれ、ハヤト何も反応しないな。あ、なんか紐もらえた。あ、五円玉で紐ができた。催眠術か。なるほど、催眠術をかけるんだ。そういうことか。あー、いっちゃったいっちゃった。あー、終わっちゃった。ハヤトにさ、眠らしてもらおう、監視の人。ダメ。あ、カメラがハヤトの方向いた。ハヤトがバレたよ。とりあえず服を脱ぎなさい。やべえやつだこいつ。絶対やべえやつだ。ハヤト、おとなしく脱げ。監視の見方をすね。はい、こう、どう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 、これをこう渡す。おー、そうそうそう、どこにくっついての紐。倒れたよ。眠ったのかな。眠ったね。今のうちに行ける。行け行け行け、カメラも向こう向いてるから。そう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 、おしゃおしゃし、いいぞ。スタスタスタ、どこに行くのかな。まだだった。いっぱいいる。え、失敗。あれ、はい、しばきます。しばくな。あ、服が取れた。なるほど、よく見たらピンクのパンツだよ。母ちゃんの手作りでしょ。母ちゃんの手作りなのか。これ渡すんじゃない。どう、来たよ。サイズ感よくフィットしたな。おし、これならいけるでしょ。さあ、靴もしっかり履いてね。ピチピチだけどね。でもちょっといけるかな。騙して騙して。はい、取るよ。堂々とすな。行ったよ。古文1号2号見てこい。古文にすな。ボーナスステージが来ちゃった。待って、今回プロだよこれ。え、これ、あ、風船またダメなんだ。次へ、41個も終わった。どや、どうやった。次、地球終わります。終わるな。さあ次プロでいいよ。やった。さあ16話、今日は鍋よ。父さんちっちゃいね。父さんちっちゃいね、確かに鍋でけえな。あ、僕にちょうどいいお風呂。プロのサイズにはちょうどいいけど死ぬよ。グツグツだぜ。本当だ、とりあえず牧場でっか。牧場なんであんだ、絶対違うだろう。あ、肉って言ってるね。あ、ほら母ちゃん肉やるよ。生肉食わすな母ちゃんに。あ、こっちか。そう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 。で、次は野菜だって。あ、野菜、はい、どうぞ。次、醤油。あ、醤油と牧場間違えてんだ。おい、醤油どこだ。おい、醤油どこだ。のび太が動いてるよ。なんで。おい、椎茸。なんで椎茸も取れた。おい、醤油どこかな。父ちゃんもどけ。父ちゃんどかすのか。父ちゃんなんかひげ生えてんのか。なに、あ、醤油。すごい、なにこれ。穴の開いてるこたつか。足長いな母ちゃん、やっぱり。3階まで行くだけあるな。誰だこのところで醤油温めたの。はい、醤油あげる。お、醤油入れたね。お、美味しそうじゃん。次、豆腐。豆腐も入ったね。で、あ、さっきのキノコか。ほら、これでいいだろ。おし、みんな仲良くしろよ。仲悪いのかよ。お、食べ始めたよ。お、美味しいってなってるね。お母さんも喜んでる。仕上げの牧場入れっか。入れんな。ステージ17、大きくてもお化けは怖い。お化け屋敷、助けて助けて。さあ、これ俺か。怖いな、なんか助けて。誰が作ったんだこのお化け屋敷。めちゃくちゃリアルじゃん。なんか取るんだろうな。こっち側は何もしてないよ。こっちだけ暗いってどういうこと。何あれ、さっき同じクラスだったのに。赤点のもの、文化祭に参加するべからず。なるほど、点数悪かったから再テストしてんのか。
このテストの点数をこっちに渡す？どう？お、なんか解き始めたよ。何？何してんの？お？何？あ、何？あ、開いたよ。どうなるのかな？あ、怖い。何？舐められたよ。おお、怖すぎて死んだ。わかめ舐めただろ。わかめじゃねえだろ、絶対。舐められたよ。臭すぎ。あ、臭すぎて死んだの？さっきの点数を多分返すんじゃないかな。そんな感じするよね。確かに。これで返して、解いてもらって、で、いい点数にしてもらって、返す。これで返そう。はい。おー、なんか余裕みたいな感じ出してるよ。あ、これでヘッドフォンか。ヘッドフォンもらってね。これでのび太に渡すってこと？なんかつけたよ。わかめはなしでいいんだ。あ、電球ももらえた。この電球をどうしよう。わかめ頭につけとけ。無理だろ。あ、もう自分の頭についたよ。これでいくってことかな。いけるでしょ。さすがにこんだけやってればいけるでしょう。明るい自分の周りだけ。わかめは垂れされてないな。あ、なるほどね。こんにゃくだったんだ、さっき舐めてたのは。だと思った。絶対知らなかっただろう。なんかトイレしてる人いるよ。怖いんだけど。え、どうなんの？どうなんの？わかめ余裕じゃん。あ、手つないでくれたよ。おわかめ引っ張ってけよ。引っ張ってもらうな。今ので200円ね。お金もらおうとしてるよ。ギチギチ満員電車。すげえな。電車だったらこうなんのか。はい、どうじゃねえ、蹴り飛ばすよ。飛ばすね。これはね、荷物を下ろして。下ろした？寝転ぶってこと？そうだね。マナーを守るって書いてるからできないんじゃない？確かに。あ、タンバリン。なんでタンバリンがあんな釣り革のとこについてたのか。これを持つ。お？お？なになに？シーって言われたよ今。あ、うるさい音出すなって言われたんだね。赤ちゃんやしてました。赤ちゃんいないけど。あ、どいてね。お、触りまくったら毒？お、どいてるじゃん、どいてるじゃん。なんか出てきた。倒れてますよ。あ、教頭先生。教頭先生？やべえだろ、教頭先生。教頭先生、はい、どうぞ。お、教頭先生起こした？どっか行ったよ。誰も詰めないな、こっちスカスカなのに。これで降りてみよう。降りれるか？お、着いた？どうなんの、どうなんの？あ、降りた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 。お、自分も着いてたな。で、あ、さっきどいたからね、教頭がどいたから行ってたんだ。で、友達と出会って。お前ら遅かったな。いや、自分が一番遅かったよ、絶対。みんないたから。そっか。ステージ19、大きくても犬は怖い。大きくても犬は怖い。あ、なるほど、自分が大きくてもってことか。これはボールを与えるでしょう。どうなる？お？とか言ってくれない？もっと喜んじゃったよ。怖いんだね。登り方がちょっと気持ち悪いな。なに？ちーちゃんって書いてる。あ、迷子なんだ、この犬。ちーちゃんっていう名前なんだ。降りて、お、落ちたよ。ああ、さ、触られた。なんか、犬に揺らされてんのか？あ、なんかポケットからおやつ出てきた。おい、おやつの食い差しだ。あ、3時のおやつかなんかの食い差しか。まだもう一個出てきた。スマホも出てきた。もうないかな。ポケット膨らんでたんだよね、さっきまでは。今へこんでるからなんもないな。おし、電話しよう。あ、もしもし、母ちゃん。母ちゃんに電話すな。あ、なるほどね。これあれだ。ちーちゃんの最後の700って書いてるから。700。これで飼い主さんに電話しよう。お宅の犬がね、脱走してるよ。おお、わかめちゃんの犬かよ。おし、わかめ、ありがとな。お、ちゃんとお礼言った。ほら、どっか行け。ビビりながらすな。さあ、これラスト、だるま落とし。最後、プロラストだね。これなんか大丈夫？なんか体短いな。うわ、食われた。音楽ないね。ほんとだ。おいしょ。あ、砕けたよ。ね、これは。なんか触るところある。めちゃくちゃシンプルだけど、めちゃめちゃ難しそうだな。確かに。足だ。足を短くする。おー、なんかちょっと、ちっちゃい足になっちゃったよ。お、失敗？失敗だ。あ、わかった。胴体だ。胴体大丈夫か、それ。やばい、やばい、化け物じゃねえか。じゃあ、ズボンかな。ズボン？おー、どうだ、いいんじゃないの？ダメか。はい、頭ぶっ飛ばします。頭？あ、あ、あ、大丈夫？あー、なんかメニューとかのとこのあれなんじゃない？上のやつなんじゃない？あ、これか。やった。それだな、多分。それをどうするんだろう。お、叩いて。 S と S を取ったね。
S かな。 S を入れるよ。お、S？ おお、ちょうどたまたま。ちっちゃくなったよ。じゃあ入れんだ。あ、L か。L はでかいもんね。さすがに L か。これを入れる。おお、ちょうど L なら。そうかそうか、これでしっくりくるんだ。ナイスだ。お、これでいけた？いけたかな。あれ、心臓がない。心臓ないのかよ。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと長くなったかな、どうだろう。わかんない、これ何分の動画になってるかわかんないけど、とりあえず長くなっちゃったからここで終わりたいと思います。思います。これもね、またね、人気だったら続き撮っていこうと思ってるんで、絶対また見に来てくれよな。くれよな。高評価1000もね、すべての動画で目指してるんで、ぜひ高評価ポチッと押してください。ください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたな。